千葉港三橋、アルメリア停泊の様子千葉中央、港旅客船三橋は、千葉県千葉市中央区中央港一丁目二十一に、ある千葉港の客船ターミナルである。千葉港三橋とも呼称されている。旅客船ターミナル等複合施設に隣接。近くには、千葉ポートタワー、千葉県立美術館、結婚式場やレストラン等を有する中央、港地区において、 客船、プレジャーボートの発着場であるとともに、三橋周辺にはベンチ、そしてユニバーサルデザインの手すりが設置されるなど、たくさんの人がいこえる環境が整えられ、水辺のロケーションを生かした観光スポットとして、賑わっている。三橋は24時間利用下、最寄り駅は千葉港駅。旅客船利用等を限定した三橋として2016年4月15日に、 千葉県千葉市中央区中央港一丁目21に誕生。千葉ポートサービスなど千葉港内を遊覧する旅客船が運行を開始するとともに、隣接地には旅客船ターミナルやレストランなどが入る大型複合施設、ケーズハーバーがオープン。ケーズハーバー1階待合コーナーにて乗船券の購入や運行情報などを確認することができる。 千葉港遊覧船サービスとして遊覧船が運航されている。他、幕張ビーチ花火フェスタの農業船なども期間限定で出港している。ありがとうございます。